こんにちは、YMK です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、iPad で勉強する際に必ず揃えておきたいアクセサリーを紹介します。僕は会社員と YouTuber として活動しながら今まで10個以上の資格を取得してきました。勉強のためにまとまった時間を確保するのが難しい中で資格に合格できたのは、限られた勉強時間で毎回集中して勉強に取り組めたことが大きいと思っています。そして集中して勉強に取り組むためには、勉強を快適に進められるアクセサリーや、勉強していると必ず出くわす障害を取り除くことができるアクセサリーが必要です。この集中力を乱す障害というのは、例えば勉強をしている時の首の疲れや腰の痛み、背中の痛みとか、あとは周囲の雑音などです。長時間集中して勉強に取り組むためには、こういった障害を可能な限り取り除かないといけません。今日の動画では、iPad での勉強を快適に進められるアクセサリーと、そして勉強中の障害を取り除いて集中できる環境作りに役立つ、必ず揃えておきたいアクセサリーを7つご紹介します。それでは早速、いきましょう。アクセサリーの一つ目はこちら、Apple Pencil です。iPad で快適に勉強を行うのであれば、この Apple Pencil はもう必須中の必須です。Apple Pencil は絵を描く人向けのアクセサリーというイメージがあるかもしれないんですけど、勉強やメモなど iPad で手書きをするのであれば、必ず購入していただきたいアクセサリーです。iPad を初めて購入することを検討されている方に、Apple Pencil に遅延はないか質問いただくことがよくあるんですけど、正直遅延は全く気になりません。厳密に言うと遅延はあるんですけど、プロモーションテクノロジー対応の iPad だと、遅延は9ミリ秒。秒に換算すると 0.09 秒なので、正直全く分かりません。さらにパームレジェクション機能といって、 Apple Pencil で書いてるときは、この Apple Pencil を持つ手のこちらの部分ですね、ここが iPad の画面に触れてしまうんですけど、このパームリジェクション機能という機能によって、この触れている部分では画面に反応しないような、そういう機能も備わっています。なので余計な線が書かれてしまうことも一切ありません。もう本当にペンとしての機能に何も不満はないですね。ただ一つ勉強していて気になるのが、その書き味です。 Apple Pencil 自体には遅延とか全くなくて特に不満はないんですけど、 iPad のディスプレイはツルツルとしたガラスなので、 Apple Pencil で書いているとどうしても滑ってしまいます。 iPad を購入して間もない方は特にこのツルツルとした書き味に違和感を覚えると思います。この書き味にずっと違和感を覚えたままだと勉強に 100% 集中するのも難しいと思います。そこでこの問題を解決するためにおすすめしたいアクセサリーが2つ目、ペーパーライクフィルムです。ペーパーライクフィルムは紙のような質感を再現するためにフィルムの上に無数の凹凸があって、貼り付けることで iPad のディスプレイを紙のような質感に変えてしまうフィルムです。その書き味はまさに紙そのもので、 iPad のスルスルのディスプレイの書き味に少しでも違和感を感じるのであれば、購入して損はないアクセサリーです。しかしペーパーライクフィルムにもデメリットがあります。というのも、ペーパーライクフィルムの表面にある無数の凹凸によって貼り付けると iPad の画質が低下してしまいます。この画質が低下するという課題すらも解決した、こういう着脱式のペーパーライクフィルムも発売されているんですけど、僕は iPad を勉強で使うのであれば、あえて着脱できないタイプのペーパーライクフィルムをおすすめしています。その理由は、 iPad を勉強という自己投資用の端末として使うのであれば、動画アプリやゲームアプリを iPad に入れてしまうと誘惑に負けて勉強が手につかなくなってしまうかもしれないからです。しかし着脱できないタイプのペーパーライクフィルムを貼り付けると、 iPad の画質が低下するので動画や映画の迫力が落ちて、そもそも iPad で見る気が起きなくなります。つまり着脱できないタイプのペーパーライクフィルムを使うというのは、 iPad をエンタメ用途では使わないという決意表明なんです。 iPad を勉強という自己投資用の端末として使うのであれば、あえて着脱できないペーパーライクフィルムを貼ってしまって、その他の用途では使う気にならないように画質を低下させてしまうというのは、他の用途で使う気を起こさないために非常におすすめです。しかしペーパーライクフィルムには iPad のディスプレイを衝撃から保護してくれる機能はありません。ペーパーライクフィルムはこのような薄くて弱いペラペラのフィルムなので、 iPad を落としてしまうとどうしてもディスプレイが破損してしまうリスクがあります。もしもディスプレイが割れてしまうと、しばらく勉強できない可能性がありますし、修理するにしても数週間はかかります。何より最新の iPad Pro の 12.9 インチの場合、修理代金は最大で8万5千円ほどかかってしまいます。勉強できないだけではなくて、お財布へのダメージも非常に大きいです。こういった最悪の事態を防ぐためにもおすすめしたいのが3つ目のアクセサリー、ミマソのガラスフィルムです。ミマソのガラスフィルムは1000円ちょっとで購入できるのに、ガラスの強度、透明度ともに非常に優れているガラスフィルムです。しかも貼り付けのミスですらも保証の範囲内という手厚いサポートも魅力の製品で、僕はミマソのガラスフィルムは持っている iPad、iPhone 全てに必ず貼っています。またミマソのガラスフィルムの上からペーパーライクフィルムを貼り付けても、特に iPad の反応が鈍くなるとかなく利用ができますので、ご安心ください。
iPad での勉強の魅力的なメリットの一つに、この小さくて薄い iPad 1台に何百冊ものノートや参考書を入れて、場所を選ばずどこでも勉強ができるというものがあります。僕も気分転換でカフェで勉強することが多くて、 iPad をよく外に持ち出しています。でも気をつけていても、どうしても iPad を落としてしまうってことがあるんですよね。僕も実際 iPad をディスプレイから落としてしまって、あ、終わったって思ったことが何度かあるんですけど、その度に貼り付けているガラスフィルムだけが割れていて、 iPad 本体のディスプレイは無事でした。今そのガラスフィルムは1000円ちょっとの価格で、落としても iPad の画面は大丈夫だという安心感を購入できるのであれば、お得な買い物だと思います。特に勉強という大事な用途で使う iPad だと、 iPad が壊れてしまうと、もうそれだけで長期間勉強できなくて試験の合格が遠のいてしまうかもしれません。ぜひ保険としてガラスフィルムは購入していただきたいです。続いて4つ目です。4つ目のアクセサリーがこちら、ボヤタのスタンドです。紙での勉強も iPad での勉強も、基本的にはデスクに教材を置いて下を向いて勉強に取り組むと思います。さらに勉強って1時間以上行うことも多いんですけど、こうして長時間ずっと下を向いていると首が非常に痛くなりますし、猫背になって姿勢も悪くなってしまいます。体に不調を感じた状態だと、目の前の勉強に集中して取り組むのは難しいんじゃないかなと思います。実は姿勢って集中力にもすごく影響していて、座る姿勢がいいだけで集中力が高まります。具体的に言うと、正しい姿勢で座っていると胸郭が開いて深く呼吸をすることができます。そして呼吸が深くなると酸素を取り込む量が増えるので、脳への血流が良くなって集中力も上がります。つまり胸郭が開いていない下を向いている姿勢は、集中力を発揮するという観点だとよくありません。だから僕は集中力を発揮しやすい正しい姿勢で勉強ができるボヤタのスタンドに iPad を置いて、常に正面を向きながら勉強をしています。ボヤタのスタンドを勉強で使うことのメリットはとても大きくて、 iPad を目線の位置に近い高いところに置くことができるので、集中力を発揮しやすい正しい姿勢で勉強に取り組むことができます。さらに正面を向くことによって、勉強中に首や背中が痛くなりにくいので、体に痛みを感じることなく長時間勉強ができます。でも大事なのは、スタンドに iPad を置いて勉強がしやすいかというところですよね。安心してください。ボヤタのスタンドは非常に作りもしっかりしていて安定しています。まずこの関節の部分ですね、こちらですね、曲げ伸ばしにもかなり力が必要で、これだけでスタンドの頑丈さ、安定感を実感できます。サイズ自体もこのようにかなり大きくて存在感があるんですけど、その分安定感もすごいです。 iPad をスタンドに置いて手書きをしても、筆圧でスタンドが揺れたり動いたりすることはありません。その安定感は、キャスター付きの椅子に座った状態でスタンドを手で押すと、スタンドではなくて自分の方が押し返されてしまうくらいです。ボヤタのスタンドを iPad での勉強に導入すると、正しい姿勢で勉強がしやすくなるので、集中力がアップします。なおかつ体の痛みも和らぎますので、長時間集中して勉強がしやすいなって思います。大きくて持ち運びには向きませんが、自宅で勉強するときには非常に便利なアクセサリーですので、ぜひ手に取っていただきたいなと思います。補足なのですが、ボヤタのスタンドには小型のものと大型のものがあります。勉強で使う場合はこちらの大型の方がおすすめです。なぜかというと、大型のスタンドだと iPad の端の方に書くときであっても、書く手を支えるスペースがあるので手に疲労を感じにくいです。一方でコンパクトなタイプだと、横幅が11インチの iPad と全く同じくらいのサイズなので、 iPad の端の方に手書きをするときに書く手を支えるスペースがありません。これによって手を浮かした状態で書くことになってしまうので、これが結構手に負担がかかります。もしも手を浮かして書くことが気にならないという方は、コンパクトの方で問題ありませんが、勉強の環境に妥協したくないという方は、少し値段もお高めにはなってしまうんですけど、大型のスタンドの購入をお勧めします。ちなみに大型のスタンド、小型のスタンドに 12.9 インチ iPad、 11インチ iPad を置いた時のサイズ感はこんな感じです。まず 12.9 インチ iPad です。続いて11インチの iPad です。12.9 インチ iPad であっても、大型のスタンドであれば余裕を持って置くことができます。ただしボヤタのスタンドを勉強に使うときに、僕は一つだけ気をつけていることがあります。それは本番形式の模試を解くときだけはボヤタのスタンドを使わずに、デスクに iPad を平置きにして勉強しています。なんでかというと、本番の試験では問題と回答用紙がデスクに平置きにされているので、当然ながらボヤタのスタンドを使って正面を向きながら勉強するっていうことができません。普段の勉強からボヤタのスタンドを置いて正面を向いて勉強することに慣れすぎてしまうと、本番
盤の試験で下を向いて問題を解くと違和感を感じて本来の力を発揮できないんじゃないかなっていうふうに不安だからです。ここまで気にする方は稀かもしれませんが、僕は普段の勉強はボヤタのスタンドを使って、模試を解くときだけデスクに平置きにして勉強しています。ぜひスタンドを使う場合は参考にしていただければと思います。次いきます。5つ目がこちら、 ESR のスマート不良型のケースです。このケースはですね、もう本当に良くて、このように、ね、iPad を保護するケースにもなりますし、カバーを折りたたむと手書きをしやすい角度にもできます。それでいて、Apple Pencil を保護する Apple Pencil ホルダーまでついてきます。iPad 勉強法だと、iPad 1台にテキストを何百冊も入れられるので、場所を選ばずに身軽にどこでも勉強ができます。そのメリットを最大限に生かすためにも、ケース1つで外出先が快適な勉強場所になる ESR のケースは、勉強用の iPad の最適なケースだと思います。純正のスマートフォリオと比較すると、確かに質感は劣ってるんですけど、それ以外の機能性や価格は ESR の方が上です。純正スマートフォリオは Apple Pencil ホルダーが付いていませんし、価格もまさかの1万円します。一方で ESR のケースは純正スマートフォリオと同じように iPad の保護ケース、手書きスタンド、動画鑑賞スタンドとしての機能を備えながら、さらに純正スマートフォリオにはない Apple Pencil ホルダーが付いています。それでいて価格は3分の1です。ESR のケースは側面を保護してくれるタイプなどたくさん発売されていますので、 ESR のケースを全種比較した動画をご覧いただいて、あなたに最適のケースをご購入いただければと思います。僕が使っているのはこの側面が保護されていないタイプのケースです。こちらは概要欄にリンクを載せておきます。次いきます。6個目はこちら、ノイズキャンセリングイヤホンです。iPad での勉強は場所を選びませんので、例えばカフェとか電車の中とか人が大勢周りにいる場所でも勉強ができます。しかしその時にどうしても気になるのが周りの雑音です。適度な環境音であれば集中できるんですけど、耳障りな騒音となれば話は別です。そんなうるさい場所でも集中できる場所に変えてくれるのがこういったノイズキャンセリングのイヤホンですね。ノイキャンイヤホンの効果は本当にすごくて、つけた瞬間から周りの音だけがどこか遠くに行ってしまったような感覚を覚えます。例えるならば学校のプールですね。小学生の時のプールの授業を思い出していただきたいんですけど、あんなに騒がしかったみんなの声が水の中に入ると、なんか遠くに行ってしまったような、そういった感覚になりませんか？ノイキャンイヤホンもそれと似たような感覚で、完全に周りの音が消えてなくなるというわけではないんですけど、音だけが遠くなるようなイメージです。カフェとか公園とかに iPad を持って行って勉強したいという方は投資する価値のあるアクセサリーです。僕が使ってるのはテクニクスの EAH-AZ60 というものなんですけど、ノイキャン性能に定評のあるイヤホンでしたら、他にも AirPods Pro とかソニーのイヤホンとかたくさんありますので、それぞれのイヤホンの特徴とあなたの好みを照らし合わせてどれを購入するか決めていただければと思います。ガジェット系の YouTuber の堀口さんや渡辺さんのイヤホンの比較動画が非常にわかりやすいので、イヤホンの購入を検討されている方はそちらをご覧いただいてからの購入をお勧めします。では最後7つ目いきます。7つ目はこちら、充電器です。充電器はほんと数えきれないほどいろんなメーカーから発売されてるんですけど、僕は iPad での勉強に使うのであれば、こちらのアンカーパワーコアフュージョン1万がおすすめです。この充電器は直接コンセントに挿して iPad を充電できますし、さらにこの充電器自体がモバイルバッテリーとしても利用できる優れものです。 iPad を持って外で勉強するときに一番怖いのが iPad の充電切れです。僕も何度か実は経験があるんですけど、1時間半くらい測って模試を解いてるときに充電切れになって強制終了されたということがあります。もうこれほど無念なことはないですよね。そういうことを防止するためにいつでも充電ができるようにモバイルバッテリーが必要なんですけど、普通のモバイルバッテリーであれば、そもそもモバイルバッテリー自体に充電するのを忘れて使いたい時に使えないということがあります。そんなモバイルバッテリーの弱点であるモバイルバッテリー本体の充電のし忘れ、これを解決したのがアンカーパワーコアフュージョン1万です。これ最強なんですよ。充電器をコンセントに挿した状態で iPad を充電すると、 iPad がフル充電になったら今度はモバイルバッテリーへの充電を開始します。つまり iPad を毎晩アンカーパワーコアフュージョン1万で充電するようにしていたら、翌朝には iPad もモバイルバッテリーもフル充電された状態で利用ができます。なのでこれを利用すればモバイルバッテリーに充電し忘れるということがなくなります。さらにモバイルバッテリーとしても非常に優秀です。容量は約1万ミリアンペアと大容量なので、 iPad の第9世代や iPad Air、 iPad Pro の11インチはもちろん、 iPad Pro 12.9 インチでさえもほぼフル充電できます。ただし充電する時の最大の出力は 20W です。 iPad Pro の11インチは最大 30W、 12.9 インチは最大 40W での充電が可能ですので、 iPad へ最速で充電ができるというわけではありません。それでも 20W というのは iPad を購入した時についてくる白い充電器と同じスピードで、決して遅いというわけではありません。ちゃんと充電ができますのでご安心ください。
ここまでいろいろいいところをお話してきたんですけど、あえて一つデメリットを挙げるとすると、大きくてちょっと重いですね。重さは約 280g と、L サイズの卵が約5個分です。ぜひ割らないように気をつけながら、普段使っているカバンに冷蔵庫から卵を5個を取り出して入れてみてください。280g ほど違うだけで重さは結構変わってきます。それでもカフェのコンセントから充電ができますし、モバイルバッテリーとしても利用ができますし、 iPad で勉強するのであれば非常におすすめのアクセサリーであることに変わりはありません。ぜひ手に取っていただきたいです。はい、以上となります。今日は iPad での勉強に便利なアクセサリーを7つ厳選してご紹介しました。どのアクセサリーにも僕が iPad で勉強する上で便利に使っている本当におすすめできるものです。今日紹介したアクセサリーを手に取っていただいて、 iPad での日々の勉強を頑張っていただきたいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 iPad のよ…え、違う、小さくて薄いこの iPad 1枚、一方でコンパクトなタイプだと11インチ…一方で ESR のケースは純正スマートフォン料と同じように…は？僕が昔つまり iPad を毎晩アンカーパワーコー…つまり iPad を毎晩…つまり iPad を毎晩パワー…